今回のセミナーはカニの角型全面 ND フィルターのラインナップと、この ND フィルターを使った作例を紹介したいと思います。はい、こんにちは、カニフィルターの伊藤と申します。今回は第6回目の角型セミナーの基礎講座となります。今回のタイトルは角型全面フィルターのラインナップとの紹介と製品写真の、紹介になります。今こちらにある、ND フィルターが 100mm 幅のものなんですけども、全ラインナップを置いております。ND4、8、16、32、64、128、400、1000、1万、3万2000と、あります。ND フィルター、こちらの全面 ND フィルターは、角型フィルターの、このようにホルダーには3枚取り付けられるので、ハーフグラデーションと、全面の ND フィルターを1枚入れたり2枚入れたりすることができます。まあ、ハーフグラデーションフィルターなしで、ND フィルターを1枚2枚、まあ、3枚まで取り付けることもできる仕様になっています。で、ND 効果についてですけども、今こちらの画面に、記載されていますけども、ND4 が、2段落ち、シャッタースピードが2段落ちます。ND8 は、3段落ちる。ND16 は4段落ちるという形で、まあ、この表のように、ND1000 ですと10段分の、ND 効果が落ちます。ND32000 になると約15段、スピードが、シャッタースピードが遅くなります。で、まあ、こういう ND フィルターを入れて撮影される場合に、まあ、濃ければ濃いほど、適正露出時間分からなくなります。まあ、バルブ設定で撮影することになるんですけども、まあ、その場合には、ND16 と ND1000 を2枚重ねすると、ND16×1000 ということで ND16000 になります。で、16000になりますと適正露出時間、例えば 8分の1であれば8分の 1×16000 で、まあ、計算して大体、まあ、30分以上ということで、こう計算することができます。で、まあ、この全面 ND フィルターで、まあ、カニフィルターの特性として、まあ、色かぶりが少ない、まあ、ガラス材が B270 を使っているという点で、まあ、ちょっと他社さんとどう違うのっていうところなんですけども、まあ、こちらのお写真は、私が撮ったもので、まあ、他社製を以前使ったもので撮った写真になるんですけども、こちらだと滝の、水がですね、青っぽくなってます。これというのは色かぶりしてしまってて、実際の色と、まあ、滝の色、まあ、白っぽい色と、この撮った時の後の写真、色味が違うことになってしまいますので、これを、まあ、ソフトで変えていこうとしてもなかなか撮りきれないところがあります。で、カニフィルターの場合、まあ、こちらの、左側の写真になるんですけども、こちらの写真になるんですけども、見た通りに近い色合いの、白の色がしっかり出ているというところがカニフィルターの、まあ、色かぶりの少なさというところは、表現されているところです。で、次に ND フィルターを使った作品をちょっと見ていただこうと思います。まあ今こちらにモニターに出ている、まあ、フィルターない状態で撮った写真になります。まあ、撮影現場に行って、まあ、今日は自分のイメージと違った空の、状態だったり、天候だったりするときに、まあ、ND フィルターを使って撮ると違ったシチュエーションになったり、また ND フィルターがあるからこそ、自分の表現したいイメージを出すことができます。
まずじゃあこのちょっとフィルターない状態のお写真ですと、やっぱり曇天で雲がドヨーンとしてて表現があまりできない状態、あと海面ですね、海面も、まああまり表情のないそういう、海面になります。でこれに、ND フィルターをこうかけますと、これ今ハードの 0.9 ですね、ハーフグラデーションのハードの 0.9 1枚入れて、その、後に ND32 を入れて、 ND32 こちらになるんですけども、もう入れて取り付けて撮った写真になります。まあ、その前にこれ 100mm なので、まあ、CPL を内側に入れて CPL で、水面の反射を抑えて、まあ、より、水面の色に近いエメラルドカラーに変えて、その後に今ハーフグラデーションを入れて、ND を入れています。でこれ ND32 を入れて、約30秒で撮っています。で海面がフラットになって、雲は、先ほどのこのような雲の表情から、雲を流して、まあ、風があればこのようにスーッと雲が流れて、撮ることができます。で次の写真なんですけども、こちら、先ほどの32を取り外して、まあ、ND1000 をつけて、約90秒で撮ってる写真になります。まあ、より海面がフラットになってます。もう本当に、地上のような雰囲気で海面が撮れて、で空も雲も、しっかり流れてる、雰囲気を出すことができています。まあ、このように、まあ、同じ一箇所の現場に行って撮影を楽しもうとするときに、ND が何枚かあると、違った表情の、雰囲気を、まあ、空だったり、海面だったり、雲だったり、そうですね、あと地上であればその人を消したりすることができるのが、まあ、ND フィルターの、面白いところだと思います。で ND、まあ、1枚ずつどういう作品があるかというところで紹介したいと思います。こちらの横山隆さんという方、写真家さんの写真なんです。これは ND4 と ND8 をつけて、まあ、ND これだと、まあ、4×8 の、32で撮ってるお写真に なるんですけども、まあ、ちょっと露出時間だと多分10秒ぐらいなんでしょうかね。ギターが、立っていたものが、まあ、倒れて、まあこうそういう、表情を出すことができている写真になります。まあ彼は ND4 と8をよく使われるのはスナップとかポートレートとか、撮られる方で、まあ一般にこう、日中に撮影するときにはやっぱり ND4 とか8、まあ、若干シャッタースピードを落として撮影する場合には使い勝手のいいのが ND4 と8ということになります。で続きましては、これは ND8 ですね、リバーズグラデーションの 0.9 と、ND8 をつけて撮っています。でリバースを使っている意味というのは、これはもう構図の中央部ですね、太陽強い、天候源があるのでその光量を落として、で ND8 を使っているのは ND8 を使ってシャッタースピードを少し遅らせて、まあ、波の雰囲気、まあ、フラットにせず少し波の勢いのある雰囲気を残しつつ、撮るために ND8 を使って撮っています。でこの場合ですと雲の、まあ、リバース使っているところもあるんですけども、若干この立体感が出て、でこの場合にはもう雲を流さずに、撮っている写真になります。あとこちらリバースの 0.6 と ND16 を使った写真になります。まあ、これ30秒かかってます。まあ、これですと、まあ、太陽まだ出ていない状況なので、まあ、そういう場合でも少し例えばシャッタースピード、この時には私、まあ、これは私の写真ですけども ND 大体30秒ぐらいで撮りたいなという時に、まあ、その時に ND をどれにしようかなっていうふうに選定してた時に、まあ、ちょうど16が、
シャッタースピード30秒ぐらいになったので、ND16 を選んで、まあ、あと、構図の中央部分ですね、光量が少し明るいので、この部分を、減光させるために、リバースのグラデーション 0.6 というのを使って撮った写真になります。そのハーフグラデーションフィルターでまず、空と地上の輝度差を、調整して、でその後に自分の、表現したいその、雰囲気を出すためのシャッタースピードを調整するために、このような全面 ND フィルターを、選定して、撮影することが、おすすめです。で続きましてのお写真はこれリバースグラデーション 0.6 と今度は ND の32ですねを使った写真になります。まあ、リバース 0.6 を使うのは、中央こう、構図の中央部に、強い太陽の天光源がありますので、その部分の減光を測って、ただこの時に、ハードなどを使ってしまうと、この上側の空ですね、空の上側が、減光しすぎてしまうために、この場合にはリバースの 0.6 を使って、あと ND の32を使うのはこの、海面の表現をですねどうするかというのを、シャッタースピードに合わせて ND を、選んで使っている写真になります。こちらは ND32 ですね、選定して撮ってます。これで約こちらも30秒の写真になります。ソフトグラデーションで、輝度差を調整して ND32 を使って、これはやっぱりシャッタースピードを先に30秒ぐらいにしたいなというのを自分の中で、決めて、その後にじゃあ ND は、32と64と16を持っていれば、つけてみて、その中から選んで32を、選定して撮っている写真になります。はい、これはソフトグラデーション 0.9 と ND64 を使って撮ってます。 F 値14の60秒で撮っています。でこの時になぜ60秒にしたかったかっていうと、これもシャッタースピードがまず優先的に考えて、その後に ND フィルターを決めたんですけども、やっぱりここはゴンドラの通るところでゴンドラを、消したかったっていうのがまず、一番の要因です。でゴンドラを消すためにはやっぱり60秒ぐらいないと消えないので、ゴンドラを消してこの海面の雰囲気をしっかり出したかった。それと、建物と空とっていうこの印象を出したかったので60秒にするために、ND64 を選んで撮影しています。で、こちらの写真はリバースグラデーション 1.2 と、ND128、これ沖縄で撮っている写真なので、太陽の光量が強いために、リバースの 1.2 を選択してるんですけども、これリバースの 1.2 と ND128、太陽が出るとかなり光量が強いので、シャッタースピードも若干速くなりますので、その時に、ND64 じゃ効かない場合にはこのように ND128 をかけて、約これも20秒ぐらいで撮ってると思うんですけども、少し雲を流して波の雰囲気を、フラットにある程度するためには、ND128 が必要ということで、使っている作品になります。こちらは、ソフトグラデーション 0.9 と ND400 ですね。 ND400 を使って撮った写真になります。こちらも雲を流しても海面はフラットにするために、シャッタースピードをまず優先で考えて、その後に ND を決めると。で例えば ND はちょっと、強めのものを持っていれば、ND をそんなに多く、購入できない場合には少し濃いめのものを持っておいて、例えば ND400 で使って、60秒でも、例えば ISO 感度を少し上げて、
少し明るいところでは、ISO 感度を上げてシャッタースピードを、調整するということもできます。こちらは、ND1000 ですね。 ND1000 を使った写真になります。まあ、リバースの 0.6、まあ、これ太陽が、雲にかかっていますので少し、光量も抑えられた状態になっていますので、リバースの 0.9 ではなくてリバースの 0.6 を使っています。フラットにして、まあ、水面と水中も、これ水中まで見えますけども、しっかり写し込みたいときに、まあ、スローシャッターにして撮った写真になります。でこちらは、ハードグラデーションの 0.9 と ND1000 を使って撮ってる写真ですね。まあ、ND1000 になるとやはり海面本当にフラットになって、長秒がこれ面白いなというふうに思えるのがやっぱり ND1000 からというところもありますが、まあ、ND1000 というのはやっぱり結構、持ってると、面白い作風が撮れるので、まあ、ぜひ ND1000 は持っていただきたいんですけど、このように本当に海面が、鏡のように、木々をこう反射させ映し込んで撮れるようなのも、やっぱり長秒で撮影することによって、こういう表現をすることができます。まあ、あと、ハードグラデーション 0.9 使うことによって、これも、まあ、3時か、夕方ですよね。まだ日没前ですので結構光量あると思うんですよね。まあ、そういう時にはハードグラデーションで太陽の光量をしっかり落として空の、空にある雲ですね、しっかりこう、写真に残すためにはやっぱりハードグラデーションちょっと強めのフィルターをつけて撮影することをお勧めします。もしこれが、ハーフグラデーションがないともうこの上側は白飛びしてこの雲がもう全くなかったない状況になりますので、ハードのグラデーションと一緒に撮影することをお勧めします。こちらは ND10000 ですね。1000の、10倍になります。でソフトグラデーションの 0.9 で、空側の、光量を落として、まあ、その光量を調整して ND10000 を使って、まあ、5分以上ですねかけて撮った写真になります。まあ、私もこの撮影現場には行ったことあるんですけども非常に波の荒いところです。波荒くて高いところなんですけども、ND10000 で5分以上すると、まあ、本当に海面がフラットに綺麗に、フラットになるので、まあ、こういう表現方法もあります。まあ、この時はあまり風が強くなかったのかそれほど雲流れてませんけども、雲も少し流して、この灯台の印象をしっかり出すためにこういう、作品ハーフグラデーションフィルターと、まあ、全面 ND フィルターを使ったことによってこういう表現ができる、作品です。こちら ND64 と ND1000 を使ったお写真になります。これは、種清先生のお写真ですけども、ND の64と1000を合わせると ND64000 の、効果になります。これは5分以上かけて撮って、まあ、CPL も使ってます。 CPL 使ってるのは多分この建物に反射太陽が当たったりして反射があったのかもしれないんですけど、まあ、その反射を抑えて建物の、印象を、強くするために、CPL とあとその、まあ、長秒ですね ND64000 で、撮って5分以上ですねかけて、撮った写真になります。これは建造物などをよく撮られている高上さんのお写真なんですけど、こちらは ND の64と ND1000 ですね2枚重ねて撮ってます。これなんでハーフグラデーションフィルターは入れてないのっていう話なんですが、まあ、こちら一つ前の高上さんもそうなんですけども、まあ、太陽がないでまた
空側の光量と地上側の光量が、まあそれほど大きな差がない、まあこれ順光ですね、順光で撮るような場合にはハーフグラデーションを入れずに全面グラデーションのみで撮影することができます。まずこの場合は64と1万をかけて6万4千で約4分間の縦位置で撮ってパノラマで合わせてるという、ふうに、高上さんおっしゃってましたけど、4分間かけて撮ってます。まあここ本当に横浜の有名なところで、この遊歩道のところは人がもう、頻繁に通るところなんですけども、4分でかけて撮ってることによって人も映り込まないですし、まあ海側で何か、例えば鳥なんかいてもそういうものを映り込まないで撮影することができます。こちらは ND32000 ですね、これマークさんのお写真なんですけども、まあ、ND32000、まあ、沖縄で撮ってる写真ですけども、まあ、15段落ちですね、現行15段落とした形で撮ってます。まあ、波も結構強いところですけども、波もフラットにして、空の雲ですね、しっかり流して、まあ、まるで水墨画のような、まあ写真に仕上げていると思います。まあ、このように ND は、自分の表現したい方向に合わせて ND を選択して、まあ、ハーフグラデーションと ND をつけて、撮る場合、もしくは ND のみで撮る場合という選択肢が、あります。まあ加賀田フィルターの場合ですと、こちらの 100×100 の ND フィルターを持っていればステップアップリングで、全ての、82mm 以下の全ての、まあ、95mm まで取り付けすることができるんですけど、基本的に82mm 以下のフィルター、レンズフィルター系のものをで共用することができるので、1枚は少しお値段高いんですけども、トータルで考えると、安く、対応することもできます。その他 Facebook、Twitter、Instagram で随時情報もアップしてますので、そちらの方もご覧いただければと思います。YouTube のチャンネル登録も忘れずにお願いします。ではありがとうございました。